図形の集まりとして表現する表現形式である。平面をスキャンし、その各点の濃淡の集まりによって画像を表現するビットマップ画像と対地される。それを描画する操作として絵筆を動かすようなスタイルになることから、ドロー形式、ドローグラフィックなどとも呼ばれる。ビットマップ画像が通常、データの順序によって座標を間接的に示すのと異なり、 ベクター画像はオブジェクトごとに座標を明示的に指定するものが多い。中央の位置で表す直行座標と方向と距離で表す極座標がある。極座標の方が便利な場合もあり、例えば一般の回転角についてなど厳密な結果を保存するために極座標が必要なこともあるが、通常は直行座標の方が扱いやすい。また、 円弧の指定などでも併用される。常にグローバルな原点をベースとする絶対座標と他オブジェクトからの位置関係や最終参照位置との相対で表す相対座標がある。例えばロゴなどのタートルグラフィックスではもともとコンピュータから制御される実体を持ったロボットを制御するというモデルをベースとしていたこともあり相対座標が基本である。 この2種類もやはり併用されることも多い。全体に対する絶対座標によりあるオブジェクトの原点を指定し、そのグループ内の図形はその座標形を使って定義するといった感じである。そのようにすると、例えば、ローカルな座標形に対し移動や変換をかけるだけで、そのグループ自体には干渉することなくその全体を移動や変形させることができる。 複数の図形のグループ化や、ステンシルとしての使用など、複数の図形を組み合わせる方法と、それらの元になるプリミティブが用意されていることが多い。プリミティブの例としては、ラインやポリゴン、サークル、カーブなどがある。高機能なアプリケーションにおいては、ベジェ曲線を自由に操作できる。その代表的な製品に Adobe Illustrator ーーと、コーラルドラがある。 これ以外にもスプライン曲線などの図形が基本図形として使えるアプリケーションもある。また、ビットマップもオブジェクトとして扱えるようになっている場合が多い。点で結ばれた線で図形を表す。結ばれた線の終点が視点と重なった四角や円、多角形などの閉じた図形の内部の領域を面と呼ぶ。点の座標と線の属性、線で囲まれた 面の属性で表現される。点、線、面のそれぞれの様々な性質。例えば、線の奇襲点の位置、曲線であればその曲がり方、太さ、色、それら線に囲まれた面の色などの変化の仕方などを数値で表す。SVG では、任意のアウトラインを表現するために、このプリミティブを大量のデータを伴って多用することを、 考慮したデータ形式となっている。文字も、オブジェクトとして扱えることが多い。文字自身の文字コードと座標のほかフォント名、サイズ、色、変形方法などが指定できることが多い。サイズには、他のオブジェクト同様の座標値やミリ単位のほかに、ポイントなど文字として扱いやすい単位も使えることが多い。ビットマップ画像も一つのオブジェクトとして扱うことが、 できるものも多い。描かれる座標と縦横の表示上のサイズを持つ。場合によっては、描画方向、アフィン変換などの変形の情報を持つこともある。ビットマップデータは、埋め込み方式のものもあれば、外部のファイルなどを参照する方式もある。大きな画像データなどでは、後者の方法が扱えた方が、取り回しが良いが、ファイル1個に必要な全てのデータが入っていない。 不便もある。多くのドローソフトあるいはデータ形式ではこれらのオブジェクトに対し拡大縮小、回転などをかけることができる。一般化してアフィン変換としているものが多い。共通部分や差分を取り出す、いわゆるブーリア演算もついているものが多い。グラデーションや透明度などを扱えるドローソフトやグラフィックフォーマットもある。 透明度を含んだ合成に関する詳細は、アルファチャンネルの記事を参照。ベクタイメージは、デバイスヒー存ンの図形、画像を記述するのに優れている。ラスタライズや、印刷の処理プログラム等を、各、デバイス向けに作ることができ、それぞれの描画指示の元となる、図形情報だけをデータとして扱うことができるからで、ある。このような考え方から、ポストスクリプトや PDF と、 いったページ記述言語の描画モデルは、ベクタベースである。三次元コンピュータグラフィックスでは三次元空間上の多角形や曲面等として、形状を作成する。これは二次元図形である、ベクタイメージを作成するとき、基本図形を組み合わせて複雑な図形イメージを作る、ことと非常に似ている。この三次元の図形イメージを、 投資図法などで二次元のビットマップに変換する作業をレンダリングと呼ぶが、これは形状や位置の他に光のあたり具合なども計算しなければならないので、二次元のラスタライズの処理に比べはるかに複雑である。そのためゲームなどの速度を要するレンダリングでは、局面を用いずに平面であるポリゴンの集まりで物体を表現するのが普通である。 Mac OS で使われるクイックドロー、DTP で使われるポストスクリプト、カナダドルで使われる HPGL などがある。ポストスクリプトや HPGL など図形処理言語と呼ばれるものは形状表現だけではなく、プログラミング言語的な機能も持つものがある。アプリケーションだけでなく、プリンタ内部にもそれらの言語処理系が用意され、スピーディにラスタライズできる機種がある。 ドローソフトと呼ばれる。以下には、ドローソフトの機能も備える汎用のグラフィックソフトを含む。ベクター画像のイメージデータは、容易にビットマップ画像に変換できる。多くの場合、OS に、その機能の API があるので、アプリケーションは、その機能を呼び出すだけで良い。ディスプレイの何倍ものが素数であっても、内部に仮想フレームバッファを設定すれば、可能となるが、 そのためには大きなメモリが必要である。逆は一般に難しい。なぜなら逆問題だからである。一部の高度なソフトにはベクター化の機能を持つものもあるが必ずしも万能ではない。2016年現在でも新しい手法の提案などが学会等での研究発表で見られる分野である。画像をピクセルの集合で表現しようとするビットマップと比べ、 拡大、縮小、その他の変形を施しても、図形イメージが基本的に劣化しないという特性を持つ。単純な図形で構成されている場合、ビットマップ画像よりもデータサイズは小さい。しかしながら、写真のような画像から線や面を抽出して数値化することは、現在の技術では困難であり、実際には、初めから、 グラフィックソフトウェアを使用して、ベクタイメージを作成する場合を除いては、画像アプリケーションには使われない。すなわち、ロゴや、ヒリアリスティックなイラストには向くが、その他の一般画像には不向きである。逆に文字のフォントデザインにおいては、拡大や縮小その他の変形が容易なことから、多用される。このようなベクタイメージの手法を用いた文字フォントを、アウトラインフォントと呼ぶ。 ラスタースキャンディスプレイにはラスタライズして表示される。1950から1980年代のコンピュータではラスタースキャンでの高精細な表示は効果につき難しいことから図形の表示目的にベクタースキャンディスプレイが用いられていた。カナダドルなどで使われた。ベクタースキャンではスキャンの速さを変えることでも軌道を変えることができる。これに対し ラスタースキャンでは、ブラウン管の電子銃は、表示面を均等に操作するのであって、輝度は、電子銃からの電子線の強さを変調することで、表現している。プリンターの多くもディスプレイ同様、ラスタースキャンを行っている。それゆえ、アウトラインフォントのテキストや、ベクタイメージを印刷するときは、OS 上もしくはプリンターの内部で、 高解像度にラスタライズされてから印刷している。プロッターは、ベクター画像のデータを直接印刷する。これはペンなどを移動させて作図しており、図形処理言語が座標を指定して作図することから、X、Y プロッタとも呼ばれる。プロッターは、設計図面の印刷などに用いられる。ビットマップ画像でも、部分的な差分などのために座標がついているデータも、少なくない。 ありがとうございます。